ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。さあ今回は浮野城大島通り沿いにありますこちらのお店、宮崎牛焼肉黒牛をご紹介します。広々としたおしゃれな店内には人数や用途に合わせて使えるテーブル席と掘りごたつの個室が、周囲の視線を気にすることなくゆっくりと焼肉が楽しめます。今回ご紹介くださるのは富山さんです。よろしくお願いします。富山です。よろしくお願いします。焼肉というだけあっても目の前に豪華なメニューご用意いただきましたが、はい、こちらは何でしょう。宮崎牛希少部位九州盛りという一品になっております。本日さばいておすすめとなる九州を集めております。どれもこう色艶が綺麗ですね。本日はこちらの座布団を食べていただきたいと思います。こちら肩ロースの一部ですね。良質なサシが入っているのでですね、わさびで食べていただくという形になります。油の甘さが違いますね、はい、上質な味わいですね。ありがとうございます。では続いては桃の一部の枕。うん、うん、美味しい。お肉本来のこの旨味っていうのがすごく感じられますね。そうですね、甘みがしっかりしてると思います。精肉卸直営店となっておりますので、いろいろな部位がご準備できるということですね。わあ、贅沢だ。宮崎牛焼肉黒牛のこびきブルーに合う一品は何でしょう。はい、宮崎牛トロサーロイン大判焼きすき。ちょっとこれも本当に大きいですね、はい、上にかかってるのは何ですか。こちらがもうすき焼きのタレ味付けしております。ではでは卵をしっかりと絡めていただきます。口の中に入れた瞬間にとろっととろけていくんですよね。お肉が贅沢な味わいですね。ではではここでこびきブルーのソーダ割りいただきます。うん、美味しいですね。すっきりとしてやっぱこびきブルーとサシの入ったサーロインが合うと思います。贅沢な組み合わせ、おすすめです。今回ご紹介した宮崎牛焼肉黒牛のどれを食べても絶品の宮崎牛、ぜひ皆さんも味わってみてください。それでは富山さんもご一緒に今夜もブルーで乾杯。宮崎牛焼肉黒牛で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは番組ホームページまたは MRT アプリをご覧ください。お店の場所は大島通りと北権現通りの交差点北、こちらの看板が目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。